富士野は、富士山南西六一帯を指す地名。現在の静岡県富士宮市に否定される。本二24号一万丸箱を埋まる富士野は、鎌倉時代の歴史書である、あずま鏡をはじめとして見られる、富士山南西六の地名である。特に、富士の巻狩りが行われた狩場として著名である。あずま鏡研究4年5月15日上に、愛沢のお借りごとをありて、 富士野のご旅館にいる、ギョスとあり、十六日上には、富士野のお借りの間とあり、藍沢での狩りの後に、富士野へ移動し、同地で大規模な狩りを行っている。また、蘇我兄弟のあだちの舞台の地としても知られる。この富士野における巻狩りを題材として流布された資料に、富士野往来があり、往来物として広く教育に用いられた。富士野の具体的な範囲は不明であるが、 アズマカガ実4年10月14日上に、八連の戦いで敗れた、駿河国木大、立花園、シュゲルの首を復労した地として、藤野の傍ら、一升下の辺に復をするとあり、一升下が藤野の傍らに位置するとしている。また10月13日上に、めぐる藤野とあり、この合戦に向かう際には藤野を経由していた。また研究4年5月28日上に、 富士野の神野のご旅館とあり、神野も富士野に含まれている。自称4年10月14日上にある、神野道並びかすが道の神野も同地であるとされる。信長後期巻、第十五には、富士野根方、神野が、原、井手屋にて、五個召集、いずれも、りに馬を攻めさせられとあり、神野が原が記される。このように現在の富士宮市が、規定地とされる。 マナ・ホンソガ物語では、源頼朝が、藤野自体を、東国には、狩場王子といえども、藤野に過ぎたる名所は、なしと評する場面がある。カナ・ホンソガ物語には、藤野は広ければ、瀬古少なくては、可能不フ地とあり、同じくカナボンには、広き藤野とあるように、藤野の広大さや巻き返りの規模の大きさが、ソガ物語では歌われている。また、 駿河の国藤谷の裾、井出の館、藤野のふもと井出の館とあり、罠、本蘇我物語では井出の館が藤野に位置するとし、また、蘇我兄弟の最後の地として記している。雲歩いろは衆に、井出館蘇我とあり、また、堀れ期間期には、枯れ狩野の井出の館にて、死境を打ちれぬとある。このように、井出の館と蘇我が関係を持って語られる資料が、認められる。一方、 アズ鏡においては、蘇我兄弟のあだうちを示す部分に、井手の館は登場していない。藤野における巻狩りの辞書を手紙で他へ通信する、形式を含み一形態として資料化したものに、藤野往来がある。往来物の外も称され、多くで引用され教育の題材とされてきた。また海外にも知られていたようであり、李氏朝鮮の警告大典にも、 日本の教育本として紹介されている。成立年は不明であるが、南北朝時代には成立していたとされる。書本の書者は文明18年から英禄の年に集中しており、また現存前書本の題名は、藤の往来、または、おかり藤の往来である。藤の往来では、蘇我兄弟のあだちが、井出の館で行われた形態を取り、場所については、駿河国藤の南、 東宮の原、井出の館とある。また常日のように、雲い色は集にも、藤野の巻狩りの記述が確認されるが、これは、藤野往来から採集しているという指摘がある。この藤野は、今川市支配以降は、村山三望が、実質土地を管理していたが、明暦2年に、大宮町伊香村村がそれを不服として徳川幕府へ、訴え出た。その結果、明暦年には、 大宮町、俗僧、山武、星山など一町42村の入会権が幕府により許可されることとなった。ありがとうございます。